原神心理学アルハイゼンで学ぶビッグファイブ、科学的性格分析の基本。こんにちは、コバトーンです。最近心理学シリーズが好評いただいていて嬉しいです。ありがとうございます。コメントもたくさんありがとうございます。そしてなぜかコメント欄にめちゃくちゃ登場するキャラがいて、それがアルハイゼンなんですよね。アルハイゼンなら交渉強そうとか、アルハイゼンなら話ぶった切りそうみたいなコメントが大量に来ます。なのでアルハイゼンのシーン解説をしてもいいかなと思ったんですが、その前にアルハイゼンがなぜそんな印象を与えるのか分析した方がいいんじゃないかと思ったので、性格分析してみようと思います。知っておくと現実でもかなり使える考え方なので、ぜひ押さえてくださいね。では早速行ってみましょう。前置き。ネタバレ注意。今回はアルハイゼンの人となりに触れるので、ストーリー上でアルハイゼンが行う言動がちょこちょこ出ます。なのでスメール編が終わってない人は要注意。また本動画の性格分析はエビデンスレベルの高い研究をもとにお話ししますが、私は医療従事者ではありません。あくまで素人の心理学オタクでゲームオタクな人間が知識を活用してより原神を楽しもうって話です。医学的な断定はできませんししませんので、ご留意ください。もし聞いていて気になった知識や症例があれば、医療機関での診断をお勧めいたします。あくまで知識の入り口、エンタメ的なものとしてお楽しみください。性格分析の現状。アルハイゼンの分析を実際にやる前に、性格分析って何ぞやって話をしておきましょう。世間によくある血液型性格診断みたいなものは、科学的根拠が薄い、もしくは全く存在しないもので、ポップ心理学と言われています。とはいえ当たっているような気がする時もあったりするし、これだから B 型はとプロレスに似たネタをやり取りするのも一興だったりするので、楽しむための知識としては全然ありです。一方ガチな心理学系の研究では、ちゃんと科学的根拠のある性格分析を土台に理論が組み立てられています。今までに様々な性格の分析方法が開発されてきたんですが、現在最も多く使われている主流の方法がビッグファイブとか五因子モデルと呼ばれる方法です。ざっくり言うと、人間の性格は5つの軸で判断できるぞって理論です。もっと複雑なんじゃないのと思う人もいるかと思うんですが、これが結構しっかり考えられた方法なので、ざっくりその概要も教えちゃいますね。ビッグファイブ理論の考え方。人間の性格は多くの場合言葉で表現されます。怒りっぽいとか短気とか、明るい、面白い、嫉妬深い、几帳面、自信家など、いろんな表現で表されますよね。ここでよく考えてみると、怒りっぽいと短気はだいぶ近い意味だと思いませんか。優しいと親切もかなり近いですよね。そこで似たような意味の性格を表す表現をまとめてグループにしていけば、人間がどんな基準で性格を捉えているのかわかるんじゃねと心理学者は考えたわけです。実際にグループ化してみたところ、それは大きく5つの軸になることがわかりました。その軸を使って性格を分析しようという考え方がビッグファイブです。5つの軸と呼んでいるところがポイントで、1つの軸にはプラスマイナスみたいな面が存在します。例えば温かい性格と冷たい性格は真逆の意味ですよね。同様に明るいと暗いとか、面白いとつまらないなんかもそうですね。これらは同じ性格を表す軸のプラスマイナスだと言えます。つまりビッグファイブとは、5つの属性のプラスマイナスで性格を表すシステムなんです。ビッグファイブの五因子。では早速その5つの軸をお伝えしましょう。調和性、外向性、開放性、誠実性、精神症傾向、この5つです。一つずつイメージをざっくり解説すると、調和性は他人への親切さです。元になった要素を並べると、信頼、実直さ、利他性、慎み深さ、優しさといった単語があります。なんとなくイメージ湧きますよね。調和性が高い人はアンバーみたいな感じで他人に親切、低い人は残氷時代のスカラマッシュとかヤイミコみたいな感じですね。外向性が高い人はポジティブで他人と関わるのが好きな人です。元になった単語は温かさ、群居性、活動的、刺激気球性、良い感情とされています。外向性の高い人は良い見栄とか荒滝一途みたいな感じ、外向性の低い人はコレイやスクロースみたいな感じですね。開放性は知的好奇心の強さです。単語は空想、神秘性、感情、行為、アイデア、価値などですね。芸術が好きみたいな面も含まれます。ナヒーダやアルハイゼンは開放性が高いキャラで、ロボットの方のライデン将軍や九条サラは開放性が低い感じです。新しいことにいろいろチャレンジして知識を増やしたいか、ひたすら決まったルールを守りたいかみたいな感じですね。誠実性はコツコツやる能力です。元の単語はコンピテンス、秩序、良心性、達成追求、自己鍛錬、慎重さなど。誠実性は感運や国性が高いですね。辛い仕事でも淡々と続けられる能力です。逆に荒滝一途なんかは比較的低め、やや衝動的で予定を先延ばしにしたりする傾向があります。精神症傾向はメンタルの弱さ。元の単語は不安、敵意、抑うつ、自意識、衝動性、傷つきやすさです。
精神症傾向は高いほどメンタルが敏感であるパラメータ。ちょっと他とニュアンスが逆っぽいので注意しましょう。やや高めのキャラとしてはコレイやカーベが該当しそうですね。逆に低いキャラはベネット、アラタキとアルハイゼンあたりが当てはまりそうです。ベネットのメンタルの強さはガチなのでこれは納得。ビッグファイブ以外の要素。ビッグファイブはかなり信頼されていて研究でめっちゃ使われています。とはいえ他のアプローチも考えられていて合わせて覚えておくと理解が深まるので3つほど簡単に紹介しますね。まずは第6軸の存在です。ビッグファイブじゃなくてビッグシックスなんじゃないのってこと。これは正直謙虚さがもう一つの軸としてありそうって研究でヘキサコなんて呼ばれていますね。ビッグファイブと似ているのでより精度アップできるんじゃないかと期待の方法です。もう一つがダークトライアド系。ビッグファイブに含まれないヤバい性格特性としてサイコパシー、マキャベリアニズム、サディズム、ナルシシズムという特徴があります。簡単に紹介すると他人に共感できない性質がサイコパシー、目的のためなら手段を選ばない性質がマキャベリアニズム、相手を可逆したい性格のサディズム、自分大好きなナルシシズムです。これはビッグファイブに含まれない特性なので別軸として考えることが多いですね。特にナルシシズム、サイコパシー、マキャベリアニズムの3つはダークトライアドと呼ばれていてヤバい性格の3要素として有名です。ちなみにこれを全部満たすキャラはドットオレです。最後が FFPQ。 これは日本人向けビッグファイブって感じの研究です。ビッグファイブは欧米で開発されたので文化圏が違うアジアだとちょっと精度が落ちるんじゃないって研究もあるんですね。そこで開発されたのが FFPQ。 ちょっと日本で通じやすい感じにアレンジされているんです。ほとんどビッグファイブと似た感じになるんですがちょっとニュアンスが変わっています。各項目も名前が変更されていて外向性はビッグファイブの外向性、これはそのまんまですね。愛着性はビッグファイブの調和性、統制性がビッグファイブの誠実性、情動性がビッグファイブの神経症傾向、遊戯性がビッグファイブの開放性という感じの対応になっています。性格分析を知っておくと便利な点。なんでこんな科学的な性格分析の話をしているのかっていうと分析軸を知っていると便利だからです。例えば人間は自分の興味のある観点で相手を見てしまう癖があります。筋トレに夢中な人がアルハイゼンを見たら胸板熱いっすねみたいなところから評価します。イケボが好きな人ならアルハイゼンの低音ボイスがたまらないってなるし、試験勉強中の学生なら頭良さそうでいいななんて思うわけです。つまりアルハイゼンってどんな人って質問に答える場合、入り口がめちゃくちゃ自分の興味に振り回されちゃってバランスの良い評価が難しいんですね。そんな時に分析するための軸があると便利です。ビッグファイブは性格を表す要素を5つの軸でまとめたものなのでそれぞれの軸に対して考えればかなりざっくりと全体像を評価するのに都合がいいんです。普段僕たちも原神のキャラを評価したりすると思うんですけど軸が決まっていると比べやすいですよね。例えばダメージ倍率とかパーティーでの使い勝手とか課金のコスパとかです。軸がいいものになっているとキャラをちゃんと評価できるんですけど逆に軸がグダグダだと意味不明な会話になったりします。ある人はキャラデザで評価していて別の人は声優さんの好感度で評価していてまた別の人は戦闘の強さで評価しているみたいな状態だと話がまとまらないのは想像つきますよね。ビッグファイブはそういう意味でキャラの分析に最適な軸として使いやすいんです。アルハイゼンの性格特性。試しにアルハイゼンの性格特性をビッグファイブと FFPQ に割り当てたらこんな塩梅になりました。 FFPQ50 の質問が使いやすいのでそれを参考にしています。興味がある方は参考文献を概要欄に貼っておくのでそちらを見てみてください。一応 FFPQ の日本人平均を青線で示しました。この方が平均と比べて高いか低いかというのが見やすいですからね。グラフをそのまま言語化すると精神症傾向が低いためアルハイゼンはメンタルが非常に強く多少のことで焦ったりしません。外向性も平均より低めなので大勢の人といるより孤独を好み自身の内側での静かな考え事を好みます。誠実性は高め、自制心がありコツコツと仕事をこなすことができ忍耐力があります。調和性はやや低め、人をバカにしていると見られることもありますが別に気が使えないわけではありません。開放性は高め、知識欲がかなり旺盛で挑戦的なことをしがちです。どうでしょう、かなりイメージと近いですよね。軸があるだけでかなり全体的なイメージを捉える評価になっていると思います。ダークトライアド系はどうか。さてビッグファイブに含まれていないダークトライアドはどうでしょうか。こちらは早稲田大学の押尾敦史先生たちが出しているダークトライアドを見極める質問をまとめた論文からの質問をベースに採点してみました。同じく概要欄にリンクを貼っておきますね。平均値よりもややどの数値も高めとなっていますがやはり目立つのはサイコパシーでしょうね。サイコパスは共感性が低い性質です。わかりやすく言うと空気を読まないって感じですね。よくあるんですけどサイコパスイコール異常殺人者みたいなイメージは間違いです。
心理学的な意味のサイコパシーは共感性に乏しいこと。共感性とは相手に起こっていることをまるで自分の体験のように感じ取る能力です。なので例えば友人がタンスの角で小指を打ったのを見て「いて!」と自分のことのように反応してしまう人が共感性の高い人です。サイコパス性が高いということは相手に共感しない性質があるってこと。ちなみにこれは悪いことではなくて仕事によっては非常に有効な能力です。例えば外科医なんかが有名ですね。患者の体にメスを入れるわけですから痛そうって思っていたら仕事になりません。ある程度のサイコパス性があった方がいい職業と言えますね。アルハイゼンも書記官という高い職位にいます。これも市場を挟まずに合理的に仕事を処理できる能力が噛み合って出世した面があると予想できます。よくある猟奇殺人の犯人がサイコパスみたいなイメージは痛そうなことをしても平気な性質が悪い方向に発揮されてしまった結果ついているものなんですね。あくまでサイコパスとは共感性の薄さを表すので殺人鬼とは分けて覚えておくといいでしょう。ちなみにアルハイゼンでダークトライアドが多めでやばいなと思った人向けに比較対象としてドットーレさんをグラフに足すとこんな感じ。現段階で分かっている性格だけでもかなりやばい人だと分かりますね。アルハイゼンの複雑な性格。ではここでアルハイゼンさんについて詳しい方にお話を伺ってみましょう。アルハイゼンさんについてどうお考えですか？あいつほど呆れたやつは人間がどれだけたくさんいようと二人と見つけることはできないだろうな。この言葉たとえ本人を目の前にしたって言えるぞ。あいつは頭がいい、それは君も知ってるだろう。賢いやつほど短気だというが、それは半分しか合ってない。特にあいつの場合はな。一般的な友好の定義に沿って振る舞う方法をよく知ってるにもかかわらず、ただそうしたくないからしないというだけなんだ。もし君があいつのことを性格が普通にいいとか、お堅くて機械みたいなやつだとか思ってるのなら、それはあいつのことを十分に知らない証拠だ。あいつの個性は強烈すぎて普通の人間には理解できないんだよ。ありがとうございました。はい、川辺が言っていた通り、アルハイゼンは複雑な性格をしています。ゲームキャラクターやアニメキャラは分かりやすいステレオタイプにすることが多いです。例えばアルハイゼンなら合理主義の冷徹男にしておいた方が分かりやすいキャラ造形にできます。しかしホヨバはそう簡単なキャラにしません。アルハイゼンは聡明で他人の考えていることにも思考が及びます。だから社交上でどんな立ち振る舞いをすれば相手に受け入れてもらえるかも理屈として把握しています。しかし感覚として共感性は低いため、心からそう思って立ち振る舞っているわけではありません。あくまでこっちの方が受けるからというパターン学習の結果です。じゃあ彼は心のないマシーンなのかといえばそんなわけでもなく、相手に対しての優しさは持っているんです。ただ彼の思考軸が独特なだけです。カーベを家に同居させていても合理的メリットはないですが、アルハイゼンなりに面白かったり心配していたりで家にいさせています。またアルハイゼン語録として有名な君は〇〇しないのか、俺は〇〇するがという言い回しも彼特有の優しさだと考えています。アルハイゼンは相手の意見をちゃんと聞いてあげているんですね。そして自分の意見も参考例としてちゃんと提示してあげている。多分良かれと思って追加している情報なんですよ。ただ共感性が低いので、それが煽りみたいに聞こえるからやめておこうみたいな優先度は低め。でも煽り構文になっていることは分かっているので、カーベをからかう際には分かった上で使うみたいな性格をしています。複雑なレイヤーを持った性格をしていますよね。そしてそれを分かっているカーベはやっぱりエモい。まとめ。はい、いかがだったでしょうか。性格から分析すると様々な行動の原因が浮かんで見えてくることが多いんですよ。なので今後の会話分析にはビッグファイブや FFPQ、ダークトライアドを使ってみようと思っています。普段の生活で誰かの性格について考えるときにもかなり使える考え方なので、ぜひ活用してみてくださいね。また今回の動画を見て自分の性格分析もしてみたいと思った方は Google 検索で簡易型ビッグファイブ、ショートビッグファイブ、 FFPQ50、 ダークトライアド診断などで検索すればいろいろ検査方法が出てくると思います。お試しあれ。あと今回のアルハイゼンやドットーレの性格分析を計算したスプレッドシートはメンバー限定で公開しようと思っています。別に細かすぎるので見る必要はないんですけど、有料のテストや情報を元にしているので一応クローズドなとこで公開しようと考えました。すげえ細かく知りたいっていう開放性高めの方はお気軽にどうぞ。ってなわけで今回の情報もあなたが原神を楽しむための参考まで。